ウェイクボードとは、モーターボート等に持ち手のついたロープを設置して航行し、それをボートの後部で握った人が、板状の滑走具に乗り栄光されながら、水面を滑るウォータースポーツである。栄光方向に向かって、足先が正面に向くものを水上スキー、横に向くものをウェイクボード等に対別できる。日本でのウェイクボード、ウェイクボードのトリックメディアを再生する、ウェイクボード、 荒川にて、ウェイクボードの滑走形態は、縦乗りで雪上を滑走するスキーに類似して、水上を滑走する水上スキーがあるように、横乗りで雪上を滑走するスノーボードの水上版と比喩することができる。すなわちウェイクボードは、進行方向が短辺となるおおむね長方形の一枚の板に、両足先が進行方向に対して直角方向になるような向きで乗り、ロープで、 ボートに惹かれることによって水上を滑走する。横乗りの特に両足が板に固定されているものをウェイクボードと呼ぶ。水上スキーに比べてスタイリッシュなトリックなどのバリエーションがより多くあるとされ、また若年層をはじめとした横乗りスポーツへの思考の拡大により、日本国内では2000年代には水上スキー人口をしのぐ競技人口となっている。 多くの体力を消費するスポーツであるため、1回の滑走は一般人の場合15分から20分程度が普通で、1日に2から3回程度までが標準的とされる。ウェイクボードに類似したものとしては、より短い板に両足を固定せずに靴を履いて、横向きに乗るウェイクスケートや、ボートの引き刃の上をロープを用いずに滑走するウェイクサーフィンなどがあり、それぞれ専用の道具を用いる。 ウェイクボードの板は、区体二十脂とグラスファイバーを混在させた浮力のある、成形体によって作られている。標準的なサイズは、スノーボードの板に比べると同様な体格において、20センチメートル程度前長が短く、横幅はより広くなっている。底部には通常脱着可能な小型のフィンがあり、滑走の安定を図っている。足を挿入するバインディングは、 進行方向に対して横向きにスタンスを取るように板に金具で固定されて配置されており、素足で装着する。以前は足先が出ているものが多かったが、近年では足全体を覆うブーツタイプのものも多い。またスノーボードのようにブーツとバインディングが分離するタイプのものもある。バインディングの設置角度やスタンス幅は可変で、両足は 左右対称に設定することも多い。滑走車を栄光するロープはラインと呼ばれ、多くは17メートルから20メートル程度の長さで、ボートの引き波の形状などに応じて長さを調整する。滑走車が持つハンドルは、おおむね三角形の底辺を持つような形状になっている。回転トリック用に二つ目の小さな持ち手がついたラップハンドルなどもあるが、近年はあまり使われなくなった。 なお、ウェイクボードで使用するロープは、滑走車が転倒した際などに引っ張られた反動で、ハンドルがエコーするボートや乗船車を直撃することがあるので、伸縮のない専用のラインを使用しないと非常に危険である。ウェイクボード用品のブランドとしては、リキッドフォース、ハイパーライト、ロニックス、CWB、オブライエン、ジョベ、コントロールなどがあり、アメリカ、 ヨーロッパに本社を置く会社が多い。ウェイクボードは水上バイクからウェイクボード専用艇まで様々なモーターボートなどにより栄光される。通常の栄光速度は概ね時速 25km から 35km 程度で水上スキーと比べ若干遅い速度で栄光する。ウェイクボード専用艇は様々なトリックに対応するために 水上スキー用の栄光艇など他のボートと比べて、より大きな引き波を作るためのバラストを船体に持っており、船体を沈ませて比較的大馬力のエンジンで推進させている。エンジンは、船体最後部に通常とは、反対向きに設置され、全部に変速装置を置く V ドライブという駆動方式のものが主流。これにより、より大きな引き波を立てるための荷重点を船尾に、 置くことができるとともに、プロペラを船体の最後部より前方に設置することができるようになり、滑走者の安全が図られている。また専用艇には、多くの場合、ラインをボートの高い位置に接続するためのタワーと呼ばれる、やぐらが装備されており、ラインのボートが合わせ続口を水面より約2メートルほど高く保つことにより、ジャンプなどが容易にできるように設計されている。 ウェイクボード専用艇はアメリカ製のボートが多いがヤマハ発動機のエアロギアなど国内メーカーも一部生産を行っているアメリカ製のボートには淡水仕様が多い水上バイクで栄光する場合は滑走者の状況を常に確認するために後方確認者を同乗させることが強く推奨されているまた船外機船で栄光する場合には入りで水時に滑走者やラインが プロペラに巻き込まれないよう、特にエンジンの頻繁な停止に留意する必要がある。初心者が加速力の弱い低馬バリキの水上バイクやボートでウェイクボードを行う場合、板に十分な浮力が発生する前に立とうとして、板を沈ませてしまい、なかなか立てないことがある。ウェイクボードは1980年代初頭にスコットランドのプロエクストリームスポーツプレイヤーであった。 ロクランス・ノーウィーが提唱したスカーフィングを起源としてニュージーランドのサーフボード製作者であるアラン・バーンとケビン・ジャレットなどによってスカーフボードとして考案された。その後スカーフボードはオーストラリアのジェフ・ダービーらに貸し出され同国のクイーンズランド州でも製作されるようになる。最初に量産された樹脂成型型のスカーフボードはオーストラリアのサーフボード製作者である。 ブルース・マッキーとミッチェル・ロスにより、マックス・キーという商品名でオーストラリア国内にて発売される。以後、商品名は SSS、ベーク・スネークなどと変遷する。この時点のスカーフボードはサーフボード上の板に調整可能なストラップを一本ずつ用いて両足を固定するような方式になっていた。これらの固定方式はマッキーと ロスが1984年と1985年に特許を出願して権利を取得している。マッキーとロスのマックスキーはアメリカ合衆国でメダリストウォータースキー者によって生産されることになり、サーフスキーという商品名で1984年にシカゴで開催されたイムテックショーにおいて発表される。この際にカリフォルニア州での販売権取得のために サンディエゴからショーに訪れていたトニー・フィンは、その後オーストラリアのジェフ・ダービーと生産契約を結び、スカーファーの商品名で、スカーフボードをアメリカ国内で発売する。一部ではこのスカーファーという商品名が、ウェイクボードの起源、またトニー・フィンが考案者と理解されているが、実際には前述の通りである。スカーフボードを礎として、ェイクボードという名称やコンセプトが、 カナダ・バンクーバーのポール・フレーザー、マーレー・フレーザー兄弟や両名が支援するプロスノーボーダーらによって1980年代後半に構築される。これはワシントン州シアトル近郊でハーブ・オブライエンが創業するハイパーライト社によってグラスファイバーを合成した現在のウェイクボードとして製品化される。スカンファーに足全体を固定するバインディングを装着することを 考案したテキサス州オースティンのジミー・レドモン、リキッド・フォースという名称を考案したスカーファー競技者であったハワイのエリック・ペレズ、リキッド・フォース社を創業したトニー・フィンなどとともに1980年代から1990年代にかけてベイクボードというスポーツは主に北米地域で広く発展し確立された。なお、ハーブ・オブ・ライエンは2006年にハイパーライト社を去り、 スクエアワン社を設立してロニックスブランドを発売している。スカーフボード、スカーファー、ウェイクボードなどの名称は、総称して1980年代にはスキーボードと呼ばれており、1989年にはワールドスキーボードアソシエーションが設立され、1990年にハワイのカウアイ島で初の世界大会が開かれた。その後同団体は年代初頭に、 ウェイクボードの名称が普及したことにより、団体名をワールドウェイクボードアソシエーションに変更した。ウェイクとは英語で引き派のこと。日本のウェイクボード競技組織として日本ウェイクボード協会がある。ウェイクボードはボート等に栄光されて滑走する携帯以外にもケーブルパークと呼ばれる水上施設において決められたコースをケーブルに引かれて滑走する携帯がある。 ありがとうございます。